青い口千代田、カラセ街道のそばにあるパン屋ハード系さん。店名の通りハード系、つまり固めに仕上げたタイプのパンが揃っています。定番のおかずパンやスイーツパンもハードな生地で統一、食パンやカンパーニなども大きなサイズを丸ごと購入可能です。主なパンはカウンター一つ分に並んでいますが、奥行きがあってラインナップも豊富です。2階は靴を脱いで上がるイートインスペースになっており、昔ながらのダイニングルームをおしゃれに飾ったような気兼ねなく過ごせる内装。3階には和室もあり、古民家カフェとはまた違ったノスタルジックな生活感が落ち着きますね。イートインの利用はワンドリンクオーダー制、コーヒーやジュースのほかワインやビールもいただけます。2023年9月からはランチも始まり、ハード計算のパンをさまざまな付け合わせとセットでいただける3種類を提供。今回はこちらがお目当てです。こちらはパンプレート、シンプルな主食系パン中心に日替わり4種類を試せる内容。手作りサラダチキンと野菜系の付け合わせ、選べるジャムなどのトッピング、スープ、ドリンク付きの豪華セットです。この日のパンは甘酸っぱさと滑らかさが相性抜群な3種ベリーとクリームチーズパン、表面にオーツやごまなどを散らした雑穀バケット、はちみつと生クリームが練り込まれた千代田食パン、香ばしく耳が特にハードなオーガニックライ麦粒のハードトースト、素材の香りを満喫できる一品揃いです。そのままでも甘みを感じる品が多いので、ミルククリームとラズベリージャムを塗ってスイーツな味わいでいただくのが最高。自由に使えるスチームオーブンで絶妙な焼き加減のトーストにしても2度楽しめます。甘くないハードトーストにはオリーブオイル塩が相性抜群でした。しっとり柔らかく出汁の染みた自家製サラダチキン、柑橘系の酸味を感じるさっぱりキャロットラペ、オリーブとフルーツベースにナッツの香ばしさも効いたサラダもみずみずしいです。細かく刻んだ野菜たっぷりなスープも素材ベースの落ち着く味わいでした。こちらはクロックマダムランチ、ハムとチーズを挟んだパンにベシャメルソースを乗せて焼くクロックムッシュに半熟卵を追加した品、イートイン限定とのこと。天然酵母のカンパーニを使用、外側はパリッと香ばしく中はソースが染みてしっとり柔らか、チーズたっぷりで塩気は強めですが全体がクリーミーにまとまっています。ハムも肉厚で旨味たっぷり、自然な甘さがある癖のない仕上がりです。カカオ感強く香ばしさと苦味も前面に出た濃厚なホットチョコレートも最高でした。ハード系ベーカリーでサイドやドリンクも一品揃いのランチ、ぜひお試しください。